俺は田中康孝。不動産の営業をしている。と言っても、もうすぐ還暦。定年だって目前に迫っている。あと少しでお役御免か。俺はこの年まで独身で老後を一緒に過ごす相手はいない。過去に惚れていた女性はいたが、縁がなかったのか、一緒にはなれなかった。正直、少し寂しい気持ちはあるが、一人で気ままに過ごすのも悪くはない。どうあがいたって、これから相手なんて見つかるわけないし、そう思うしかないだろう。今後は趣味のそば作りをなりわいに店でも構えようかな、なんて考えている。幸い、蓄えだけはちゃんとあるからな。営業マンとしての俺の成績はそこそこ。常に中の上くらいの売り上げを収めてきた。だが、学歴がネックで大した役職にはつけなかった。だって、俺は中卒だから。勉強は嫌いではなかった。むしろ成績はいい方だったと思う。中学の担任の先生からは、本当に進学を諦めていいのか?って何度も念を押されたよ。だが、俺の気持ちは変わらなかった。幼少の頃から家が貧乏だったし、両親ともに病気がちだった。家族を支えるため、中学卒業と同時に働き始めた。その当時は、中卒の俺を雇ってくれるところなんて、本当に限られていた。俺、何でもやりますから。そう頼み込んで、近所の工場で働いていたが、倒産が原因で転職することに。本当にすまないね。工場長はそう言って涙を流して詫びてくれた。なかなか働き口が見つからなかった俺を雇ってくれて、一から鍛えてくれた恩人だ。お世話になりました。と深々と頭を下げ、工場を後にした。分かってはいたけど、転職活動は難航した。やっぱり中卒って学歴がどうしてもネックでな。面接すら受けさせてもらえない日々が続いた。そんな折、父親が、知り合いに連絡を取ってみる。と言ってくれたのだ。たまたま先代の社長が父親と知り合いだったこともあり、なんとか今の会社に入社させてもらうことができた。中卒の俺を雇ってもらったことに心から感謝しているし、昇進できなかったことへの不満なんてない。自分の父親や先代の社長が恥ずかしい思いをしないよう、俺は必死に働いた。営業の仕事は工場の仕事とは全然違うし、覚えることはいくらでもあった。自分が苦労して学んだことは他の人にも役立てばいい。俺はそう考えるタイプ。そんな俺は社内でも面倒見がいいと評価されている。入社から数年後には新入社員の教育を進んで引き受け、親身になって指導した。そんなこともあり、後輩たちからとても慕われている。安さんのおかげで契約取れました。安さん、この間の契約書なんですけど。営業先から戻るや否や、後輩たちに囲まれる。人に頼りにされるっていうのは、すごくいい気分だ。ああ、
こんな日々ももうすぐ終わりなんだな。少し感傷的な気持ちになっていると、後ろから間野部長の罵声が。おい、中卒、べちゃくちゃ喋ってないで働け。もう定年のつもりかよ。振り向くと、部長は顔を歪めてさらに続けた。こんなのが同期とか恥ずかしいぜ。早くいなくなればいいのに。間野部長と俺は同期で、かつて営業成績を競い合っていた。だが、彼は俺と同じ程度の成績でもトントン拍子で出世。有名な大学卒だし、中卒の俺とは比べ物にもならなかった。間野は俺の同期で職場のマドンナだった彩子と結婚した。当時よく三人でつるんでいたのが懐かしい。残業した後によく三人で飲みに行き、お互い励まし合ったものだ。正直に言うと、俺も彩子のことが気になっていた時期がある。彩子も俺のことを好きなんじゃないかって思ったこともあるが、選ばれたのは俺ではなく間野だった。複雑な気持ちはあったけど、俺がどうにかできることでもない。二人をよく知る同期として、結婚式では面白おかしくスピーチをして、二人の門出を祝った。間野は何から何まで俺とは対照的だなって、そう感じたよ。順風満帆な人生って、こんなことを言うんだなって。そんな間野の様子が最近おかしい。後輩たちもそのことに気づいてよく話題に出るように。部長って数年前から急に当たりが厳しくなりましたよね。前はあんな人じゃなかったと思うんですけど。そんな風に話を振られた俺は思わず、と考え込んだ。もともと口が悪いところはあったが、確かに怒鳴り散らすようなタイプではなかったと思う。しかし、5年ほど前に、彩子が癌でこの世を去ったあたりから、人が変わったようになってしまった。間野は昔から俺を中卒とからかってくることがあった。中卒なのにこんないい営業成績なんてどうかしてる。中卒なのにお前は頭がいいよな。からかうと言っても褒め言葉も混じった愛のあるいじりってとこか。お前が俺と同じ大学を卒業していたらお前の方が出世してただろうって思うよ。真剣な顔をしてそんな風に言ったこともあった。だが今では本気で罵倒してくるように。そんな間野の標的は俺だけではない。まるで部下はみんな敵だと思っているかのように、誰かれ構わず当たり散らしてくる。お前ら本当にやる気あんのかよ。仲良し小良しの学生気分から早く抜け出してくれよ。今日もフロアには間野の罵声が響く。みんな触らぬ神にたたりなしとばかりに彼の地雷を踏まないよう恐る恐る仕事をしていた。間野部長に呼びつけられるとみんな一瞬で顔が青ざめているのがわかる。そのぐらいオフィスの雰囲気はいつも張り詰めていた。だからみんな営業で社外に出るとのびのびとするってよく話していたよ。以前は怖いと思ってたお客さんでさえ部長に比べたら可愛いもんですよ。そんな風に言う社員まで。俺はこの職場を間もなく去るが、間野はこの後も
相談役として会社に残るらしい。綾子と3人で仲睦まじくやってた時代が本当に懐かしいよ。せめて円満に仕事をしていた頃に戻れたら。そんな風に願うが、それが無理なことは自分が一番知っている。俺にとっては残り少ないサラリーマン生活だ。最後はトラブルなくこの会社を去りたいよな。ほら、立つ鳥跡を濁さずって言うだろう。そう思った俺は、マノに何を言われても逆らわないようにしていた。俺を目の敵のようにして、連日罵倒してくるマノの言葉をヘラヘラと受け流す。何がおかしいんだ。そのヘラヘラした顔が尺に触るんだよ。そんな態度の俺のことも気に食わない様子だったが、定年退職を1週間後に控えたある日のこと。ある若手社員がノルマを達成できず激怒した間の、フロアに響き渡るほどの大声で罵声を浴びせる。役立たずの無能が、お前なんかもうやめちまえよ。その勢いに若手社員は顔が真っ青、今にも倒れそうな様子だ。さすがに放ってはおけない。マノとの正面衝突は避けたいところだが、うまくやるしかないな。俺はまあまあと間に入ろうとした。するとマノはきっと俺のことをにらみ、怒りの矛先をこちらに向けてくる。お前みたいな低学歴がいるからこんなたるんだ職場になるんだ。そう怒鳴ったマノはうつむき、低く小さい声で、お前さえいなければとつぶやいた。その言葉はきっと俺にしか聞こえていなかっただろう。今までマノの罵倒をうまくかわしてきた俺だったが、今回ばかりは黙っていられなかった。次頑張ればいいじゃないですか。怒られている若手社員をかばうが、彼は全く聞く耳を持たない。黙れこの中卒が、今までクビにならなかったのが不思議なぐらいだ。そう唾を飛ばしてくるマノに、思わずカッとしてしまったのがいけなかった。部長だって新人の頃はよくミスしてたじゃないですか。お客さんを怒らせちゃって一緒に謝りに行ったこともありますよね。勢いのあまり昔のことを掘り返して反撃してしまう。すると間野は怒りのあまり口をパクパクさせた。顔を真っ赤にし、俺に殴りかかろうとして大きく振りかぶる。さっと身構えた俺だったが、マノはそのまま後ろに倒れてしまった。驚いた俺だったが、誰か担架持ってきて、急いで医務室に運ぶぞ。社員たちと協力してマノを医務室に運んだ。さっきまで怒りに震えて真っ赤だった顔は今や青ざめている。社員たちに仕事に戻るように告げ、俺は付き添うことに。しばらくすると間野が目を覚ました。自販機で買ってきた冷たいレモン水を手渡す。ぼんやりと俺を見て、俺がこれ好きだってよく知ってるな、とかすかに笑った間野。綾子からよく聞かされたからな。
と笑い返した。彩子の名前を聞いて真野の顔は急に暗くなる。ここ数年の変わりぶりにはやっぱり彩子の死が関係してるんだろうな。俺はそう悟ったよ。何か悩んでるんじゃないか。よかったら話聞くよ。そう告げるとしばらく考え込んでから真野はぽつりぽつりと語り始めた。彩子がお前のこと好きだったのは気づいていたよ。医務室の天井を見つめながらそう言った真野。自分の気持ちをどうしても抑えきれず彩子に強引にアプローチして結婚に持ち込んだそう。それから彩子とは幸せな結婚生活を送ったけど、どこかでまだ俺のことが好きなのではと常に疑いを抱いていたらしい。いつかはっきりさせたい、そう思っていたそうだ。だが決定的な一言を聞くのが怖くて先延ばしにしていた。そんなある日、彩子の病気が判明し、聞きたいことを聞けないまま彩子が亡くなってしまう。彩子は自分を愛してなかったんじゃないか、お前の方が良かったんじゃないか、そうやって疑う気持ちに苛まれ、つい俺に当たり散らしてしまったらしい。さらには彩子を失った喪失感に苛まれ、余裕がなくなったみたいだ。それで俺だけではなく部下にも当たり散らしてしまっていたそう。本当にダメな上司だな。真野はそんな風に話を終えた。聞き終えた俺は首を振ってこう言う。確かに俺たちが互いに惹かれていた時期はあったけど、最終的に彩子は君を選んだんだ。俺に君との結婚を報告してきた彩子は本当に幸せそうだったよ。はっとしたように俺を見た真野の目には涙が光っている。彼女は誰よりも君を愛していたと思うよ。さらに俺がそう告げると真野は彩子とつぶやいて号泣し始めた。俺はただその場にいて真野が気の済むまで涙を流すのに付き合った。ひとしきり泣いた後、どこかすっきりした顔をしていたよ。今もそばを打っているのか？定年後はどうするつもりだ？そうやって俺に尋ねてきた。俺は一応蕎麦屋をやりたいとは思ってるけど、具体的なプランはまだない。そう明かした。すると真野は笑顔になってこう言った。お前は相変わらず楽天的だな。久々に見た真野の笑顔は、かつて三人で笑い合っていた時の笑顔からちっとも変わっていなかった。そこからは急展開だった。一週間後、俺と同じタイミングで真野が退職することに。部下に当たり散らしてしまったことに対して責任を取ってのことだそう。いろいろ本当に申し訳なかった。と全員に謝罪し、真野部長も会社を去った。それから数日後、真野から連絡が。いい物件見つけたぞ。早速今日下見に行かないか？俺が
蕎麦屋を開くための店を見つけてくれたのだという。これには驚いたよ。マノが見つけてきてくれた物件は立地もよく、広さも家賃も手頃だった。長く不動産業界にいたんだ。退職してもいくつかつてぐらいあるさ。そう胸を張ったマノ。他にも何か俺ができることがあったら遠慮なく言ってくれ。そう言ってくれた。その言葉に、一つだけある。とマノの目を見据えた。俺たちが仲直りしたことを彩子に報告しに行こう。そう言って墓参りの提案をした。マノは顔をほころばせ、あいつも喜ぶよ、と賛成してくれた。その後オープンした蕎麦屋は以前の職場から近く、昼時にはみんなこぞって蕎麦を食べに来てくれる。ヤスさん、聞いてくださいよ。今月営業トップ取れました。店内には賑やかな声が響き、俺は忙しくも楽しい毎日を過ごしているよ。マノもよくそばを食べに訪れてくれて、俺の手が回らない時には手伝ってくれたりもする。俺の老後は決して寂しいものではない。定年退職後も仲間たちに囲まれて最高な人生を送っているよ。